こんにちは、まほです。はい、今回はですね、タイトル通りアロマオイルについてお話ししようと思います。はい、私の動画を前々からご覧になっている方はご存知な方も多いと思うんですけれども、私は去年ですね、はい、仕事をしながらスクールに通ってアロマコーディネーターという資格を取得しました。これまでもですね、結構リクエストでどういうものを使ってますかとか、こう、はい、使っているものを紹介してほしいというお声もいただいたので、私がよく使っているアロマオイルだったり、私的アドバイスをしていきたいと思います。少し前置きのお話になってしまうんですが、アロマオイルというふうに想像してまず考えられるのは、一つ目は芳香ですね。香りを楽しむためのものとして使われることが結構多いですね。そうですね。で、2つ目としたら美容ですね。美容目的で使用されることがあります。例えばお肌のスキンケアだったり、髪の毛に塗るオイルもそうですね、はい、あと体に塗るものもありますし、こう最近では基礎化粧品だったりとか、そういうボディケアのものにアロマオイル配合とか書いてある商品とかもよく目にすると思うんですが、一般的に購入できるものもありますし、あとはそうですね、アロマトリートメントサロンなどでアロマコーディネーターでしたりセラピストの方がしっかり一人一人に調合したものを施術のために使用することとかもあります。そして3つ目はセラピーだったり、あとはご持病だったりとかを緩和させたいという、ちょっとメディカル系に使うこともありますね。まあ、美容とかでね、こう皮膚に塗布できるものもあるんですけれども、まあ、皮膚の疾患をお持ちの方でちょっと緩和させたいとか、かゆみを落ち着かせたいとか、まあ、いろんな症状に応じて、そちらもコーディネーターでしたりセラピストがこう決まった計算で調合して安全で使えるようなものを作って、はい、提供するっていう場もあります。で、メディカル級に関しては、あとは精神的なリラックスに使うこともありますね。まあ、ちょっとうつうつした気分ですね、ちょっとうつ病のような気分が沈んでしまうっていう時にこう使うようなオイルだったりとか、逆にこうリラックスしたい、落ち着きたい、緊張を和らげたいとか、そういう時に使うものあったり、今の季節だと受験シーズンとかで集中させたいだったりとか、勉強に集中したいとか、あとは女性ならではの悩みですね、生理痛だったり妊娠中だったり産後ケアとか、そういう時に使用されるアロマオイルなどもございます。他にもですね、ベビーマッサージとか、赤ちゃんお子様にできたりするマッサージだったり、あとは高齢者向けにこう癒しを与えるっていう意味でマッサージだったり芳香したりとか、本当に限りない種類の、はい、使い道があります。で、アロマに詳しい方は知ってる方いらっしゃると思うのですが、最近ですと、まあ、スポーツ選手ですね、アスリートの方とかスポーツとかで疲れた体だったり心を癒すために、まあ、オイルマッサージを受けてたりとか、まあ、逆にこう試合を望むとか緊張する場に行くっていう時にちょっとね、リラックス効果を出したいとか、まあ、集中したいっていうことで、そういうトリートメントを受けるっていうお話もよく聞くので、トリートメントなんですけれども、まあ、美容目的だけではなくて、まあ、体も心もまあケアしたりとか、そういう面で使用される方も増えてきて、まあ、スポーツ選手とかですと、まあ、こう専属のアロマコーディネーターの方をつけていたりとか、ね、まあ、その一人一人に合ったものを使っているっていうことが多いですね。はい、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、アロマオイルというのは結構一般的には香りを楽しむだけっていうイメージがあったと思うのですが、ちゃんとしたいいものを使うと、いい方向に使われればすごく効果的なものだったりとか、まあ、そういう緩和する効果だったりとかもあるんですけれども、ちょっと使い方を間違えてしまうとその症状が悪化してしまったりとか、結構あの危険性があったりするものもあるので、そういうのを一応勉強してきたという、はい、資格になるんですが、一つの動画ではすごく伝えきれないことがたくさんあるので、まあ、少しずつお伝えしていこうかなとは思うのですが、今回はせっかくなので私がよく使うアロマオイルをご紹介していきたいと思います。私が使ってよかったからといって皆さんが使ってみてすごくいいというわけでもないので、はい、おすすめというわけではなくて、あくまでも私が使っているよというものをご紹介していきます。一つ目はこちら、じゃん、ルナ、まあ、こんな感じの瓶なんですが、私はよくこのプラナロムという
メーカーさんのオイルを使っています。まあ、こちらはスクールで購入したっていうこともあるんですけれども、いわゆる精油と言われるもので 100% ナチュラルなものから抽出されたオイルです。こちらはね、サンダルウッドっていう、まあ、有名なウッド系のオイルで、こちらローズマリーシネオールというローズマリー系のオイルなんですけれども、こちらのブランドさんは学校でも信用できますよというように言われたので、はい、結構こういうのを使って練習したりとかしています。こちらは一般的にも購入できるようになっているようなんですが、実際にオイルを買うときにはしっかり香りを嗅いで購入した方がいいかなと思います。実際に香りを嗅いでみて心地よいものだったりとか、あとは誰かに提供したいっていう場合は本当に一度香りを嗅いだ方がいいと思います。はい、購入したときにこういう箱にライター入っているんですが、はい、オイルも自然なものですので一応期限というものがあります。だいたい開封してから 1,2 年とかそういうものが多いんですけれども、はい、結構物によって期限とか変わってくるので、物によっては結構酸化しやすいオイルだったりとか、香りとかすぐ飛んでしまったりとか、そういうものもあるので、はい、物によって期限は変わってくると思います。続いて私がよく使うオイルはこちら、カリス成城さんのアロマオイルです。カリス成城さんというアロマグッズなどが置いてあるお店なんですけれども、この精油も結構たくさん持っています。カリス成城さんは、まあ、日本のメーカーさんなんですけれども、安心して使えると思います。私が持っているごく一部なんですが、ブラックペッパーだったりとかローズダマックスとか、まあ、この2つもね結構美容にいいと言われているものなんですけれども、自宅サロンやっている方だったりとか資格をお持ちの方も結構買いに来ていたりとかするので、はい、すごい安心して買えるかなと思います。初めて使う方とか、最近ですと100円ショップとか、あとはこうインテリア雑貨のお店とか雑貨店とかでもオイルって購入できるんですけれども、 100% 精油ですよっていうものでしたら安心して使っていいかなって個人的には思うのですが、中にはこう防腐剤だったりパラベンが入っているものだったりとか、まあ、ちょっと 100% 精油と言えないようなものとかも売ってたりするんですね。でメーカーさんによって同じものでも香りが違ったりとかするので、まあ、実際に香って購入することをおすすめします。例えばなんですが、こちらのローズダマックスなんですが 2ml なんですけれどもね、ほんと 2ml って少なって思うと思うんですが、こちらで5000円ちょっととか6000円前後で売っていることが多いですね。そう、こんな少量でそんなにするのって思うかもしれないんですけれども、アロマオイルは抽出部位によって全然値段が変わってきます。ローズですと花びらから抽出されるんですが、はい、こうたくさんの花びらから抽出されて、ほんの少量しかオイルっていうものが出ないんですね。まあもちろんそれだけ濃縮されて、効果などもね高いと言われているので、値段はすごくお高いんですが入手困難になることもあります。例えばこちらのブラックペッパーですね、 10ml なんですが、 10ml だったら高いんじゃないのって思うかもしれないんですが、こちらの 2ml のローズより値段は下がって、まあ 2,3000円とかそれぐらいのお値段で購入ができます。まあ 2,3000円でもだいぶ高いと思うのですが、こうやって比べてみると上質ないいオイルというものは抽出部位によって全然値段が変わってくるので、ペッパーですと実ですね、まあ果実から抽出されるということになるんですけれども、実なので結構たくさんあるからこう抽出部位が多いので、ローズと比べたらちょっとお安く見えるんですけれども、まあ、これもこれでまた効果が違ったりとかもするので、はい、なのでちゃんとした精油というものは皆さんがちょっと想像しているより効果に感じられるかもしれないですけれども、その分不純物だったりとか余分な防腐剤などが入っていないので、正しい使い方をすれば安心して使えるものかと思います。今まで紹介してきた精油ですね、はい、そちらを例えば美容目的でしたり、あとはいろいろ様々ブレンドして使う時があるんですが、まあ、肌に塗布したりとか、はい、精油のみ使用するっていうことは、まあ、ほとんどないですね。間に入るオイルがあるんですけれども、精油を何滴か垂らして、決まった量を使用して使うんですけれども、スイートアーモンドオイルでしたり、マカダミアナッツオイルとか、あとはホホバオイルとか、
とは結構何種類かあるんですけれども、まあ、割とナッツ系のオイルを使用することが多いです。調合して作ることを、まあ、オイルレシピとかアロマオイルレシピとか呼ぶこともあるんですけれども、お一人お一人の体調に合わせてオイルを作っていくっていうものが一般的かと思います。私の動画を見てくださってる方8割ぐらいが女性の方なので、きっと、まあ、美容に関してでしたり、そういう精神的な安らぎだったり、そういうものを求めている方の方が多いかなって思うんですけれども、私もこういうレシピがあるんですよとか、こういうのをぜひやってみてくださいとか言いたいんですが、ちょっとアロマオイルに関しては危険性とかも出てきてしまうので、なかなかちょっと動画ではお伝えしづらいかなと思います。今回はだいぶ初歩的な動画なんですけれども、オイルっていろんな効能があって、例えば今の時期だと風邪を予防する殺菌スプレーを作るとか、あとは虫を寄せつけないようなこうお掃除グッズだったりとか、直接お肌だったりとか、あとはお口にするっていうものではなくて、一般的に使用できるものを今後レクチャーできたらいいなと思います。例えばこう DM とかでたまに質問が来て、こういううつうつとした気分の時に使えるオイルはありますかとか、こういうちょっと最近悩みが多くて眠れないんですけれども、不眠症に効くオイルありますかとか聞かれることがあるんですけれども、一般的なものをおすすめするということは可能なんですけれども、例えばもしこのオイルがいいですよって言った時に、その方の全部を知らないので、できれば一人一人カウンセリングして、こういうのがいいですよっていうのをお伝えしたいんですけれども、病がありましたとか、実は妊娠してましたとかなってしまって、ちょっとね危険性があるオイルをね私が勧めてしまったらとんでもないことになってしまうので、今すぐできるわけではないんですけれども、まあ私の夢としては、アロマオイルに興味がある方にレクチャーしたりとか、まあ、ワークショップとか開けたら、まあ、皆さんにこう一人一人こうカウンセリングなどをして、安心してこう使ってもらえるようなものを提供できたらいいなとか思ってるんですけれども、なかなか動画だったりネットの環境ですと、ね、自己責任みたいな感じになってしまったりとか、私もせっかく勉強したことをねこう変な風に広まっちゃったりとかしてしまったら悲しいので、たまにねこうなんかそういう活動はされないんですかとか、実際に会ってこうレクチャーしていただきたいですとか、はい、とてもありがたいメッセージとかいただくんですけれども、今すぐっていうことはできないかもしれないんですが、いつかそういう場を設けられたらいいなとも思っております。その点に関してはもうしばらくお待ちいただけたらいいなと思います。今回はこんな感じでアロマについてのお話と、私がよく使っているアロマオイルのご紹介でした。本当使い方さえ間違えなければすごくいいものなので、またちょっと私が使ってみてよかったなっていうものだったりとか、こういう使い方があるんだよみたいな感じでお伝えできたらいいなと思います。今回紹介したものもですね、はい、気になるよっていう方はぜひ実際にお店に行ったりとか、ちゃんと自分で調べてからご使用ください。今回はこんな感じで動画を終わらせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。